It's showtime! ハンバーガー、ハンバーガー、おっぱい。ハンバーガー、ハンバーガー、おっぱい。豊をじっと見ているナナシ君。いやー、先生圭介だよ。よっしゃ、今回はそのリュウニーとかいう人に話を聞きに路地裏に行くぞ。隣とか寄ったっけ？あ、全然隣じゃなかったわそれっぽい人おるな。髪は赤いし。んだてめえら、見ねえ顔でな、誰に許可取ってここに来てんだ。え、闇討ち戦だったら容赦しないぞ、こら。いきなり煽られてるぞ。おい、いや、やめ。ジェース、こいつら俺の連れっす。ルーニエル、お、アキボーの連れか。早く言えって。リーダー、今起きてたっけ？多分寝てるところ起こしたらマジ骨一本じゃすみませんからね。ああ、そのライン、そのあたりのライン分かるんで俺行きますよ。おう、気をつけな。そんなに尿気悪いの？ま、俺んちみんな尿気悪いからな。昔から力持ちで強くてさ、長男だからかな。関係ないと思うな、長男とか。だったら俺長男だし、だとしたら尿気悪いし。長男そんな関係ないと思うけど、ナシ君もそう思う。常識力のないナシ君でもそう思うからな。そうなのか？ん？いた。リュウニー。蹴ってるけど。そりゃそんな置き方になるわ。うわ、あぶね。俺の足。あ、んだ、秋か。と、なんか後ろにいるな。お、俺、ナシでしゅ。相高くんのお兄さんですよ。見てビビってるだらしく。おう、俺はリュウリ、九条リュウリ。リュウリ、リュウリさん、失礼いたします。私はミサネです。アズザスさんからこちらで犬を見たとの情報があったのですが、リュウリさんは何か知っていますか？犬？ああ、なんかいたな、女と一緒に。女ですか？ああ、なんか若い女と丸っこい犬がいた。危ねえし、追い返したけどな。あとは知らん。危ないとは？なんか今、変な遊びが流行っててよ。アキ、ワンパンデッドって知ってるか？なんだその名前。何そのウォーキングデッドの知り合いみたいなやつ。ああ、私から聞いた。先に一発殴ったら勝ちみたいなやつ。それだ。今、ここら辺のやつらがやってるらしいんだけどよ。ありゃやべえよ。元の力の強さに関わらず、相手の意識ぶっ飛ばすくらいの威力が出るらしい。何それ？そんな危ないゲーム流行ってんの？それすごく危ないですね。どういった仕組みなんでしょう？なんかアプリがどうとか言ってたような。俺だけじゃ手が回らなくてよ、いろいろ気に食わねえ。アプリ、内容的に違法なやつかな。結構そのあたりの取り締まりは厳しいけど、そういうのもゼロじゃないらしいし。違法アプリなんだ、そっちの方には詳しいのか。まあそのあたりなら俺は協力できると思います。そうか、じゃあそいつらとっ捕まえたら頼むわ。お前らもそれっぽいやつら見つけたら連絡してくれ。どうするんです？コンクリート固めて湖に沈めちゃうんです。俺が先にぶん殴ってやる。か、解決にならないですよ。自分の力じゃねえもんに頼って相手ぶっ飛ばしてるのが、まず相手に対して無礼だろうが、気に食わねえ。喧嘩に無礼も礼儀もありますね。あと、威圧に恐れた七志くん。まあ頼むわ、俺は寝る。おやすみ。結局犬について聞くことができませんでしたね。犬ってあの茶色のやつ、ポメラニアンみたいな。あれ芝じゃねえの？尻尾巻いてたし。違う。ボス登場みたいな感じで犬出てきたよ。ギギ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 ギってなんだ。違うぞ貴様ら。
なんか自然と若元ボイスになったよ。若元さんみたいなボイス読み方になって、喋り方になってしまったけど、え、N、 俺は七子、君はいるかな。俺はボタ、ボメでも芝でもね、両方だ。ハーフなんじゃ、知らねえわ。あ、雑種か、あ、雑種か。そうか、雑種って言い方あるんやな、犬って。俺あんま犬好きじゃないからよくわからん。ミックスといえよっと、うぅ、犬捕まえたぞ。私、高速用の縄を持っています。そのまま押さえてください。わぁ、慣れた手つき。な、なんだお前らは。んじゃあ、アースのところ戻るか。レッツゴー。あ、お兄さんたちありがとうございました。お、おい、待て、話しよう。う、おい、引っ張る、痛い痛い、優しく優しく扱ってください。というわけで、犬を引きずりながら帰っていく。見つけたよ、犬。あー、蒸し暑いっすね。スタジオは特に熱が困るっす。お前、犬には無関係、犬無関心か、お前は。こっちか。話進めるならこっちに話しかけなあかんのか。お、犬じゃん。犬じゃねえ、ポテテだ。なんすか、そのいきの犬って喋るんすか。エリー、もうちょい近づいて喋れよ。いや、犬マジ無理っす。犬嫌いやんじゃ。んだと坊主、こんな愛くるしい容姿、ふさふさな毛並み、抱きつきたいだろう。生理的に無理っす。生理的に、そこまで。犬のこと生理的に無理って言う人初めて見たよ。てめえクス野郎、その青いケース噛むぞ。黙って。うん、静かに話を聞いて。あなたはどこから来ましたか。未来からとか言ったら本当になんか人造人間セルみたいな感じなの。わ、わ、俺はもともとノラだったんだ。だからどこでもね。あなたともう一人少女がいたはずでは。迷子になった。それお前の方が迷子だね、これ。なるほど、はぐれてしまったのですね。ポテトさんは犬ですから本能には抗えないでしょうし。俺だね、あいつが迷子だ。ふむ、実は探し物をお願いしたかったのですが。ならお嬢ちゃんもあいつを探してくれよ。あなたは犬だから匂いでわかるのでは。そうよな、匂いが、匂いに敏感だからな、犬は。いや、匂いを残すことなく移動するからな、あいつは。どういうことだ、お前。自分を個性を消してって、お前、なんか犯罪手を染めてるタイプの人間か、あの子。あの女の子。ん？それって、ココアリーで小さい子供にわしわしされてた時に一緒にいた紙袋の子？スカートを履いてたし、女の子だよね。そいつだ。なんか、あのローラースケートっぽい部分からジェットエンジンで移動してたし、それで匂いが残らないのかな。そうだ、うっかり俺を抱え忘れて移動しやがって。おかげでご覧のありさまだぜ。うっかりにも程があるだろう。では私たちはその少女の捜索を手伝います。ポテテさんにはピックの操作も捜索もお願いします。ピック、ピックってあれか、弁当とか作って山に登ったりして楽しむあれか。それピクニックだよ。俺の宝物なんだよ。ほら、俺の匂い嗅いで探してくれよ。おう、覚えた。だがあいつ優先で頼むぞ。一人にすると何するかわからねえんだ。そんな危ないタイプの人間なの、あの子。それじゃダンボールかぶっとってさ、自分の顔見えないようにしてるっていうのはそういうことなんかな。監視カメラに映っても大丈夫的であれなのかな。ところで、これは一体どういう仕組みなのでしょう。ムロクさんと同じ音声変化機能っぽいけど、人間並みの思考を持っている犬っていうのは珍しいよね。ちゃんと人の言語を使い、人の考えを持っているみたいだし。あ、でもね、犬って結構えらい頭のいい動物らしいからな。いろいろ人のことは、人のことを理解しとったりする犬だっておるかもしれんよ。
お耳のところに端末っぽいものがついてますね。そうだね、小さいけれどビット4なのかな。犬専用なんてものは初めて見たよ。話を聞け、早く行くぞ。これからセルゲームが始まる。お座り。おー、あーと従順だった。犬らしく従順だったぞお前。猫ではこうはいかない。不思議ですね、犬としての本能もあるようですが。よやめろ、ワシワシするな。ポテテのおでてー、そのくっす寒い逆もやめろ。行くぞ。ぐるりとこの辺りを回ってみましょうか。情報を集めましょう。そうだね。というわけで犬を連れて行くことになりました。あれ、ハリア君、こんなとこにどうしたのお前。あ、ハリア君たちだ。タチタチってハリア君以外に誰がおるん。あ、長谷さんこんにちは。こんにちはやけどさ、ハリア君こんなとこでどうした。全然ハリア君が似つかないようなところに来てしまっとんでないかお前。ハリア君実は中身はロックンロールなタイプの人間だった。実はハローハローですの。あ、みゆみさんだったん、一緒におるって。ってことはシャッチおるかな。おった。なんでこんなとこにいるんだ。いや、それはこっちのセリフじゃ。みんなこんな柄の悪いところよく来るタイプなん。俺の方が気になるんだけど。ブレックパッセージで配達のお願いがあって、でもここちょっと一人じゃ不安だったので、途中で会った名付け屋さんたちが心配してついてきてくれたんです。あ、なるほど、配達か。あー、ブレックパッセージにね。あー、なるほど、納得。シャークン、お人が。なんて読むんだみゆみさん。みゆみさん、なんて読むんだこの行為って読むんこれ。俺日本語よくわからないや。ここ物騒だからな。お前らは何してんだ。人探しだよ。紙袋をかぶった少年知らない。あ、少年じゃない、少女知らない。紙袋、前にガーデンにもいたあいつのことだよな。向こうのゲーセンの方に行った気がする。見たんじゃ。ピンク髪で特徴的です。ます、あー、不思議な形状のローラースケートを履いていましたよね。そいつだ、アイラだ。アイラって読む、アイラって名前なんじゃ。あ、そうか、初見じゃ驚くよね、犬が喋ったら。なんとワンワンが喋りましたの。ワンワンではない、ポテテだ。どうなってるんです。犬ですよね。やめろ、触るな、毛並みが乱れる。ごめんなさい。とりあえずそこのゲーセンに行ってみようかな。ハリア君たちも来る。何かお手伝いできるなら、前に助けてもらいましたし。それはいいんやけど、ハリア君、配達の方は大丈夫。早く帰ってあげんかったらお母さん心配するぞ。夏月君。だてめえ、その目は気に食わねえな。あ、そうか、この二人因縁があったんだった。俺はお前がそこにいるだけで気に食わねえよ。あ、ストップ、喧嘩はいけないよ。俺後ろの方にいるから。一旦距離を保とう。あー、この二人の関係は良くならなそうだな、なかなか。でもさ、こういうさ、最初仲の良くなかった二人がさ、いざ共闘するときっていうのはさ、すごい最強みたいなところあるよね、よくアニメで。はあ、相性の問題ですから仕方ありませんが、変なトラブルは起こさないでくださいよ。シャー君、お返事、入って言わないと、お尻ペンペンしますの。ああ、わかってる。では、ゲームセンターの方へ行きましょう。人数多くなってきた。当初の七地君じゃありえないぐらいに人数多くなってきた。ほんと引きこもりだったんかってぐらい人数、あ、こっちじゃないわ。ゲーセン多分こっちじゃないわ。ゲーセンっぽい建物、これか。それっぽいな。あ、ここじゃ多分。なんかすごい髪の毛長い人いる。リスの後ろ姿が見てるかのごとく見た目の人がおる。すごい民族みたいや。どっかの国の民族みたいな人おるやん。こんにちは。ああ、
なんだって？こんにちは。お兄さん、お名前は？俺、ジン。聞こえんからもうちょい声張って喋ってくれ。なんすか？その特徴的な髪型で耳が隠れてんすか？ここに女の子来てませんか？女？なら向こうにいるあいつしかいないんじゃねえの？いたいたよあ、でもこの女の人なんかすごい細いスタイルでさ、モデル体型っぽい見た目しとんだ。なんか被り物を外した顔を見てみたいな。せいや、おい、マジでやりやがった。あいつ全部かわしてやがる。一体どんな動体視力してんだ。くっそ、逃げろ、退散だ。おいろ、これは相手さんの お兄さんがおっしゃっていたワンパンデッドというものですかね。今のがか。一発で相手の意識を飛ばしたしかもしれないね。アイラさんかな。はい、アイラに何かご用ですか。ちょっとお話ししたいんだけど、いい？はい、あの方々のように殴り合いですか。ちょっと待って、なぜその発想になるんだお前は。殴り合い希望って、お前は孫悟空かお前孫悟空かお前、戦いを消耗しているみたいなタイプの人間かお前は。俺は拳で語る主義じゃないから普通におしゃべりしてほしいかな。そうですか、では何でもどうぞ。うん、何でもって言いたよね。じゃあバストサイズ。彼女に確認をしたいことが一つ。違法なアプリを使用しているかどうか、使用している場合そのアプリについて吐かせましょう。以前のように最初は彼女の心を開くために他愛のない会話をする必要があるかもしれません。気になる点には詳しく話を聞いていきましょう。そう言われたらさ、紙袋の中身気になるんやけど。俺なんで顔隠してんの。ちょっと謎の部分が多い感じだからね。ええ、あの紙袋も気になりますが、まずは彼女がどんな人物か探ってみましょうか。おーよっしゃやるぞ。ファイト。